回のそのオメガルビーアルファサファイアなんですけども、メガ進化の謎を追うストーリーというふうになってまして、まあ、XY っていうのがですね、アルファベットで、まあ、X1 文字 Y1 文字でアルファベットの1文字だったんですけど、そのシリーズとまあ関連性を持たせたいということで、オメガとアルファっていうギリシア文字の一文字を使って、まあ、XY とつながるそのメガ進化っていうものの謎を追う物語というイメージでこの題名をつけました。オメガっていう言葉には、メガ進化っていう進化のさらに上っていう、まあ、究極的な、まあ、イメージがあるんですけども、アルファっていうところは今回そのグラードンと海洋画がそのまあ原始回帰という、まあ、昔の姿に戻ることで本来の姿が、まあ、本来の力が出せるっていう、その2つ の, その進化とまあ原始回帰っていう2つの対比を行いたいっていうイメージで、このアルファとオメガという文字を使っています。まあ、メガ進化を考えた時はやっぱりまあ、ポケモンっていうもののゲームの中で、まあ、一番まあ、特徴あるところは、まあ、進化っていうのもあると思っていたので、まあ、それをこう人とポケモンのこう絆で、まあ、新しい形としてメガ進化っていうのを作ったので、まあ、いろんな進化の形がきっとポケモンの世界の中にもあると思っているので、まあ、なんかそれをこうみんなで楽しめる環境づくりをしていければ一番いいなと思うし、なんかそのこういうことが起きるんじゃないかっていう可能性みたいなのがポケモンの面白さだと思うので、皆さんに楽しんでいただけるような形っていうのは今後も多分きっと出てくると思うので、楽しみにしていてください。あ、結構難しい質問ですねそうですね、ゲーム作るときには必ず、まあ、長所もあれば、まあ、短所もあることがあるので、その短所をどうするかっていうのを、まあ、常に考えています、まあ、例えば、ポケパルレっていうポケモンと可愛がる要素が今回のオメガルビーアルファサファイアもあるんですけど、まあ、あれをやるときっとみんなそのポケモンが大好きなので、なかなかこう交換するのに抵抗があるかな、交換しづらくなるかなと思っていたんですけど、まあ、じゃあそれをどうしたらいいかなってこうずっと考えていて、じゃあそれをもっと交換しやすいためには、じゃあポケモンをいっぱい捕まえられるようにしようっていうふうに、まあ、短所だったところを少しこうプラスのアイデアを乗せてそれを解決していくっていうことが、まあ、ゲームを作る上ではよくそういうことをやるんですけど、まあ、同じように、まあ、短所に思えているところが、まあ、今後またこう違う形でそれをプラスアルファされていって、まあ、より面白くしていきたいなというふうに思います。はい、今ちょっと思ったんだけど、知らない人もいるかもしれませんが、自分は XY のディレクターなのでメガ進化について語ってますまあ、今回、まあ、作るにあたってなんですけど、その XY の、ですね、開発の途中のですね、まあ、日本の実はルビーサファイアの10周年、2012年の11月21日にですね、マスダの方からお前次のルビーサファイアの移植ディレクターやってよっていうことを言われまして、まあ、そこから実は一人のプロジェクトが始まりました。で、XY の開発が終わって、そこから本当に人をいっぱい入れてですね、そういう意味で言うと1年で作るという、すごい100人っていうスタッフを1年で作っていくっていう、まあ、とてもまあ短いんですけども、そういう凝縮されたプロジェクトとして今回のメガルビアのパスファイアはできました。そうですね、あと、まあ、特にまあシステムの追加で難しかったところは、その元のまあルビーサファイアっていうものがあって、まあ例えば日本でもまあ思い出、まあ、12年前遊んだっていうすごい思い出をいっぱい大切にしてるファンの人たちがいて、そういう人たちのまあ期待を裏切らないというところ、あともう一つはその XY から遊んでくれた人たちが、まあ、また新しい気持ちで新作としても遊べること、まあ、新しく今回から始める人でも遊べることっていう、こういったその3つのターゲットって、まあ、いろんな人たちに対してどういうふうに一つ一つ作っていくかっていうところで、まあ、それから秘密基地とかコンテストとかそういったものをどういうふうにまあ料理していくかっていうのはすごく気にしながら作っていて大変でした。そうですね、オリジナルのルビーサファイアが
まず、ですね、まあ、日本ではですね、まあ、ゲームボーイアドバンスというものでできてまして、これはですね、その今までゲームボーイって白黒でのゲームだったんですけども、これがアドバンスになることでカラーで、まあ、ポケモンが作られると。で、今までその世界を作るにしても木とか、まあ、水とかそういったものがちゃんと色が出てくるというところで、その色鮮やかさっていうのがすごいみんなの頭の中に記憶として残っているんじゃないかなっていうのが、まず一つ大きな特徴かなと思ってます。で、今回それを 3DS に、まあ、するにあたって、ですね、まあ、そのカラーになった時の感動というのを、まあ、昔のファンは覚えているんですね。で、単純にその今回の、まあ、ルビーサファイアを普通に 3D にしましたっていうだけじゃなくて、その時のカラーがついた時のような感動もできればリメイクしたいっていうことを思って、当時どういう風な思いで感動したんだろうっていうことも、まあ、昔のファンとかの話を聞きながらですね、そういったそのいろんなそのこのイベントだったり、このマップはこう感動したみたいなところを一つ一つフォローしながら、まあ、思い出も大切に拾いながら作っていたっていうのが今回の作品です。まあ、あと、まあ、一つあるとしたらですね、まあ、今回その豊かな方位置を 3D で作るね、あたってその大空を飛べるようにしたいっていうことをすごく思って作りました。これは実は最初にこう増田からさ、そのお前ディレクターやれって言われた時から大空は入れろっていうことは言われてて、じゃあそれをどういうふうにその豊かなその方位置をさらに豊かに見せるためにはどうするんだろうって考えて、例えばその普段歩いてはいけなかったところに降りれたり、その今まで行けなかった小島にも降りれたりとか、そういうことをしたら昔遊んだ人も楽しめるし、今の人たちもさらに応援を好きになってくれるんじゃないかなと思って、そういうものを入れました。ですね、今回、まあ、単純なリメイクをするんじゃなくて、まあ、より、まあ、昔遊んでもらった人にもすごい、まあ、驚きを与えたいということをすごい思いまして、特にストーリー部分、まあ、演出に関しては、まあ、できることをやろうということでスタッフと話して決めました。で、前までその実はそのなんでしょう、描ききれなかった部分とか、まあ、ストーリーとかをもっと掘り下げて説明することで、昔のファンが、あ、実はこのシーンってこういう意味があったんだとか、このシーンってこういう悔しさがあったんだみたいな、例えば それを 3DS の表情を、まあ、使った 3DS ならではのグラフィックを使って表情だったり演技だったりをさらに、まあ、加えることで、よりそのストーリーに対して、まあ、親近感が、自分がそのストーリーの中に入れるんじゃないかっていうことをすごい考えて、まあ、演出部分はすごく苦労して入れました。あとその今回、キャラクターの個性をすごく、まあ、出したいということで、例えばルビーを遊んだ後にサファイアを遊ぶとですね、そのストーリーとかキャラがかなり個性的なので、また新鮮な気持ちで遊べると思いますので、もし遊べる方は2本遊んでもらえると嬉しいなと思います。そうですね、昔のその2002年に出したルビーサファイアっていうのは、ルビーサファイアの後に実はファイアレットリーフグリーンっていうソフト、全国図鑑が完成するように作っていました。今回も、XY とこのオメガルビーアルファサファイアで、全国図鑑が埋まるようになっています。で、まず、全国図鑑を2つで、2つのポケモンソフトで、全国図鑑が埋まるようにしてほしいっていうのをシゲルに頼みました。まあ、でもそのちゃんとその遊びながら、その方園地方に、何でしょう、まだ行けてない、先ほど大空で行ける場所だったりとか、そういうところに公園でまだ見なかったようなポケモンもすごい潜んでいますので、そのポケモン探しも一緒にこうストーリーもそうなんですけど、ポケモンを捕まえるってことも一緒に楽しんでもらえればなと思います。結構いっぱいいるんですけど、前のまだ人気やな、最近ですね、まあ、その XY 作ってるんだけど、さ、もともとアチャモン結構好きで、XY のオープニングでもちょっとアチャモン出てくるんですよ。これちょっとね、好きだからっていうことにしておきましょう。アチャモンはですね、もともと世界中にいるポケモン、あ、ですね、ごめんなさい、世界中にいる生き物で、それをポケモンにしたいなと思っていて、その時にやっぱり、まあ、多くの人が知っている生き物って何だろうって考えたら、例えば可愛いヒヨコ、自分は小っちゃい時に黄色いヒヨコを家に飼っていて、
すぐ白くなってどんどん大きくなってびっくりして、人にあげちゃいましたけど、そういうなんかひよこの可愛らしさがとても出ているポケモンで、ですので進化させずに育てたいと思ってます。どうしようかなと今ちょっと考えてたんですけど、皆さん結構ポケモン好きだからちょっとマニアックな方に行ってもいいかなと思ったんですけど、やっぱり好きなポケモンいっぱい多くてどうしようかなと。自分ですね、XY の時もですね、逆さまにしたら進化するっていうポケモンいたら面白いんじゃないみたいなことを考えて、それがこう、まあいいかっていうポケモンだったんですけど、これが自分の、そのアイデアからこうポケモンになったというところでは、その企画者としてはすごい好きなポケモンです。今回の作品では原子グラードンが好きです。ディレクターをさせていただいたゲームなんですけど、あと5日で発売するということで、自分としてもすごい嬉しいですし、そのゲームが本当に世界の人、ここに集まって韓国の人たちとも遊べるというのがすごく自分としては、すごい幸せというか興奮しています。その昔の作品好きな人はもちろんなんですけども、例えば XY でメガ進化すげーってなった人たちだったり、今回から初めてポケモン遊んでみようっていう人たちもすごい遊べる、すごい楽しいものになっていますので、ぜひみんなとこの11月21日にポケモンで遊べたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今回ですね、こうやって韓国に来て、皆さん本当にポケモンを愛してくれてて本当に嬉しく思ってます。自分はこうやってずっとゲームを作ってきていて、ポケモンでいつも思ってるのは、やっぱりそのゲームの中もそうですけど、ゲームの外でもこうみんなで楽しくワイワイ言いながら、盛り上がって遊べるものづくりをしていきたいなと思っていて、で、こうして皆さんとこうやって出会えたり、一緒にワイワイこう発売日を迎えていくっていうのは本当に嬉しいです。でこれが世界中とその日に特に北米、日本とかと中心公開の対戦がつながっていきますので、いろんな遊び方をして、このオメガルビー、アルファ、サファイアをもう遊び尽くしてほしいなと思ってますので、みんなでワイワイと盛り上がっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。